ヘンク・フロルはオランダの男子柔道家。ヘンク、グロルとも表記される。柔道は5歳の時に始めた。当時はサッカーにも取り組んでいたが、12歳になると柔道に専念することにした。2008年の北京オリンピックでは銅メダルを獲得したが、2009年に地元オランダで開催された世界選手権では決勝で、 カザフスタンのマクシム・ラコフに一本負けして2位に終わった。2010年に東京で開かれた世界選手権の決勝でも日本の穴井カ師匠に指導2で敗れて2位にとどまった。2011年の世界選手権では2回戦で敗れてメダルを獲得できなかった。2012年1月にはワールドマスターズ決勝でラコフに敗れて2位に終わった。七月のロンドンオリンピックでは 前回の北京に続き銅メダルを獲得した。2013年の世界選手権では決勝でアゼルバイジャンのエルハン・ママドフに敗れてまたも2位に終わった。2015年のヨーロッパ競技大会で優勝すると2016年にはヨーロッパ選手権でも優勝している。だが、リオデジャネイロオリンピックでは3回戦でフランスのシリルマレに敗れた。 その後階級を1 0 0ラム超級に上げると2018年のグランドスラムエカテリンブルグでは決勝で大田氷美やびに反則負けしたが2位となった2020年のグランドスラムパリでは3回戦で王者テリリネールの連勝記録を154で止めた日本の影裏心を小打ち狩りで破って優勝を飾った2021年のヨーロッパ選手権では 準々決勝で国内のライバルであるロイ・メイヤーを小外掛かりで破るなどして2位となり東京オリンピック代表に選出された。なお、メイヤーとの対戦で過剰な足払いを受けたことに、月光して一本を選手後に袖を離さないメイヤーを突き放すなど好ましくないアクションを示した。7月に日本武道館で開催された東京オリンピックでは初戦で ベクムロド・オルティボ F に開始早々の袖吊り込み越しで敗れた。混合団体では、初戦のウズベキスタン戦でオルティボ F に反則勝ちしたもののチームは5位にとどまった。アイフ世界ランキングは3845ポイント獲得で7位となっている。90kg 級での戦績 100kg 級での戦績 100kg 超級での戦績。ありがとうございます。